ベアトリスさん、悪いけど肉はもうなくなったよ。なんだって。肉がないと元気が出ないんだぞ。そう言われてもないものはないんだよ。あんたが全部食べちゃったから。隣のまさかあの人が例の傭兵。待てよ。この辺の店で肉料理がすげえうまいところがあるって聞いてる。ああ、その店の店員がこの私よ。見ての通り材料がなくなったから。おいおい、これって完全に悪党だろ。ようやくわかった。六三のは俺たちにあのジャジャ馬を懲らしめてほしかったんだ。ああ、そういうことなんだ。多分違うと思いますけど。そこのジャジャマ、これ以上暴れるのは俺たちが許さねえぞ。おい、ジャジャ馬だって。よーく聞け。私の名前はベアトリスだ。なんだと？この高貴で勇猛な顔を間抜けだなんて侮辱するってことは、やっぱり。団長様、喧嘩になりそうです。止めなくても大丈夫なんですか？いや、これでいい。くそ、話が通じない奴らだな。それなら武器で会話するしかねえな。あの二人相性が良さそうですね。戦うの？私も手伝うよ。これくらい大したことはないな。思ってたよりも強いな。煮るなり焼くなり好きにしろ。これでよくわかっただろ、ジャジャウマ。そこまでだ、母さん。この人は敵じゃない。ね、なんだって？肉をすべて食べてしまったのは本当のようだが、商人たちは彼女を助けようとしていた。そこまで悪い傭兵ではないということだ。だろ？そうよ、イケメン団長さん。ベアトリスさんはうちの店でよく手伝ってくれた。正直言って、お肉を食べ過ぎてしまうということはあるけど、そろそろ迷惑だっていう話も聞くし。そんな、ひどい。今まで仕事を手伝った対価として肉をもらっていたのか？そうだ。金は荷物になるだけだからな。すぐに食べられる肉の方がいいだろう。想像していたよりもずっとバカだったな。お前だけは私が死んでも地獄に道連れにしてやるからな。なんですか。あの音は。待て、これが何の音か知っているのか？止めなきゃいけなかったのに、お前らのせいだぞ。クソ、遊んでる暇はない。
俺たちも行こう。え、団長様、置いていかない。